今回はね、野菜の追肥におすすめのね、資材を紹介したいなと思うんだけど、早速出してしまえば、この油かす、ね、油かす、ね、油かす。これさ、菜種油とか、そういうものを絞った後のかすを、乾燥させてるのかな。ね、それを、それなのよ。ね、油かすだから、菜種油を絞った後のかすなんです。これがすごく使いやすい。まあ、ちょっと注意点はあるから今日それを話するんだけども、まあ、この商品だと、窒素が 5%、リン酸が 2% で、カリウムが 1% っていう感じで含まれている商品です。で、ね、油かすだっていう証拠っていうか、これほら、日清オイリオで出してる商品なの。だから日清オイリオ、まあオイルを出してるとこだよね。なったね、そこでなったね油を絞って、で、普通であればこれ廃棄物になるところを、まあ、商品として使えるから、こういうふうにパッケージングして販売しているっていうね、すごく、SDGs っていうか無駄のないね、商品なわけよ。だからこれをやっぱ使うべきだと思うよね。やっぱ商品作った後の残りを畑に使えるなら使って無駄のない社会を作っていくっていうことで素晴らしい商品だなと思います。で、この使い方を話していくんだけども、この日清のすごいなって思ったのが、この裏の方ね、その説明、菜種油かすだよなんだよっていうか、色ここに成分が入ってるんだけども、使い方がね、全部プランターの場合、花壇菜園の場合、果樹とか花の木の場合とか、で、ここで液肥の使い方まで書いてあって、俺が今回動画で言いたかったことが全部網羅されてるっていうさ、まあ、すごいなって、ね、ここまでやってくれてる商品ってなかなかない。やっぱ、このね、一流企業ってのはやっぱ、かゆいところに手届くようにやってくれるんだなーってさ、すごくありがたい。だからこの日清さんの、ね、日清の油かす、ね、DCM グループっていうところ、まあ、地元で言うと三和堂とかホーマックっていう、ね、これ全国的な名前じゃないけど、DCM だったら確かに全国的だから、DCM で買ってきたんだけども、ね、ホームセンターグループのね、うん、とにかく日清のオイリオの裏を見れば、書いてあるんで、これおすすめです、本当に。今見て気づいて、本当にこれいいなと思って、俺の仕事なくなっちまうじゃんと思ったぐらいいいものです。まあ、これおすすめなんで買ってみてください。で、実際にお話ししていくんだけれども、まず、液肥ね。ここですぐできること、液肥のお話なんだけども、水1リットルに対して油かす 100g 入れて、発酵させてほしいのね。こういう感じで。これ 200ml の、200ml じゃねえや、2リットルの、水なんだけども、ペットボトルなんだけども、それに対して 200g の、油かすを入れました。ね。で、この状態で、夏場なら2週間、冬場なら4週間、ね。まあ、基本夏になると思うから、まあ、2、3週間放置して、その上澄み液を、浄炉に入れて、5倍から、10倍に希釈して散布してほしいと、うん。そうすることで即効性のある肥料として使える。もう発酵してあるから、液になってるから、ね、すぐ使うことができます、うん。おすすめなのはこれ。一番簡単なのはね。今すぐ肥料が欲しいと。葉っぱが黄色になってきて、声切れ、窒素切れを起こしているな、これ。っていう時にすぐ使える肥料として、油かすの使い方としては、この液肥がおすすめです。で、今、便宜上ね、こう混ぜたりとか、ね、説明するのに蓋閉めてるんだけども、蓋は開けておいてくださいね。下手すれば発酵して爆発するかもしれないんで、この蓋を開けた状態で、まあ、水平なところにでも置いといてもらえれば、映ってる？うん。こんな感じで置いといてもらえればいいかなと思います。ただガスが出るとは思うんで、こういう状況で密閉しないで置いてくださいね。うん。で、油かすを畑で実際に使う方法をね、今、実践っていうか、俺もやんなきゃダメだなと思って、ずっと梅雨でできなかったのね。雨降ってさ、できないわけじゃないんだけども、他の仕事もいっぱいあってできなかったから、今日やろうかなと思って、まあ、一緒に畑に行って見てもらおうかなと思います。で、畑なんだけれども、一番ね、やってほしいのは、油かすっていうのは観光肥料なんで、ゆっくり効くのね。だから、根が伸びた先、まあ、これ、ナスなんだけど、根の伸びた先、まあ、今、あげてあるんだけどもね、こういうふうに水、マルチを、そこに、パラパラっと、男性の場合、1つかみ40グラム、女性の場合、25から30グラムっていう話だったんで、今、
20g、20g っていう間隔、まあもう少し少なかったかな、で置いておいてほしい。でもっと伸びた先のこっちツールにも、っていう感じで置いて水をあげておいてください。そうするとここの上で発酵してじわ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 ゆっくりゆっくり効いてくれるっていう、そういう使い方になるんで、ね、こういう使い方をしてほしいなと思います。でこの栽培期間中に例えばこれをね今表面に巻いたんだけども混ぜ込んでしまうと、さっき液肥でも喋ったけども発酵してガスが出るかもしれない、まあ、結構強い肥料になってくるんで、それで根を、ね、そのガスが根を傷めてしまって栽培に影響が出るかもしれないんで、表面に巻いてほしいなと思います。で水やりで表面発酵させて空気ね、なんだっけ好気的条件において、まあ、よく大気とか有機物の使い方で喋ってるんだけども、空気の触れた状態に置いたままで使ってほしいなと思います、うん、根を腐らせないためにはこういうやり方をあります。まあ一番簡単なのはさっきやった液肥なんだけどもね、こうするとじわ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 栽培期間中少しずつ少しずつゆっくりゆっくり肥料が効いてくるんで、まあおすすめなやり方です。本当はね春に畝を作ってマルチを敷いた時にの通路に敷いておくとか、ね、早めにしておけばよかったんだけども、まあ忙しくて忙しくてやり忘れてたんで今やりました。今からでも大丈夫だと思うん でちょっと間に合わねえなと思ったら液肥で追加していくかなという感じでやります、うん、こういう感じですね油かすの使い方、うん、で中に戻ろうかなと思います、ね、今回はこの油かすっていうものの使い方ね、すごくおすすめです。でこの使い方をやりました、まあ、おさらいとして言えば、液肥ね、今炊いてるから持たないけれども水1リットルに対して 100g 入れて、まあ大体夏場扱うからね1週間放置して蓋はしないでガスが出て破裂しちゃうから置いといて、それを5倍から10倍に薄めて株元に撒くっていう液肥を作る作り方、買ってきて液肥を買ってきて使うんじゃなくてね自分で作ればいいじゃん。これだって何キロ入ってんだって、うん、3キロで1000円しない700円ぐらいだから、でこれで 100g で作ればすごく安く作ることができるんでおすすめです。でさっきやったみたいに畑の通路の中に散布しておいて、そこに水をかけておいてじわ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 と、まあ、緩効性肥料って言ってゆっくりゆっくり効いてくれる肥料なんで、じわ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 栽培期間中効いてくれればいいなっていう感じの使い方、まあ、こっちがベターかな、ベターツがあのポピュラー、うん、一般的なやり方になるんで、やってみてほしいなと。通路の根がこれから伸びていくとこ通路部分に置いてじわ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 と引いてくれればいいなと。根が伸びる先に置いておいて、で水分を当てて水をあげてで発酵させると。注意点とすればガスが出る可能性があるから、すき込むんだったら栽培の1ヶ月前とかなんだけども、追肥として使う場合は表面に巻いて、じわ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 発酵させて置いてほしいなと。まあこれ巻くと多分カビ生えるけれども、カビ生えても別に大丈夫なカビだと思うんで、まあ栽培で支障出たことはないんで、大丈夫です、安心しておいてください。そういう使い方をしてほしいなと。表面に置いて、空気好気的環境に置いてガスを発生しても大気中に逃がしてしまう、根を焼かないようにするっていうやり方ね、でやってみてほしいなと思います。本当にねこの油かす、まあ、今回日清オイリオ日清さんのやつで、使わせてもらったんだけども、本当に裏で全部書いてあるの、今喋ったようなことをもっとしっかり書いてあるかな、うん、元ひとしの使い方もあるんで、まあ、その時はまあ均一にね全体に巻いてすき込んでもらえれば、耕してもらえればっていうのは変わらないんだけども、しっかり置いといて、うん、前にって書いてるけども何週間っていうのは書いてないね。まあ俺は有機物有機肥料はやはり発酵してガスが出たりがあるから、やっぱり1ヶ月ぐらいは置いてほしいかなって思います。早くても3週間でしっかり馴染ませてから物を植えてほしいと。そうしないとガスで根っこに影響が出る可能性があるっていうことで、まあ一般的にね1ヶ月、まあ早くて3週間っていうことは書いてなかったから補足しておきますが、追肥に関してはと液肥に関してはあのバッチシ書いてあるんで、この日清さんの日産って別に PR では何でもねえんだけども案件でもねえんだけどもね、油かす本当おすすめなんで、使い方書いてあるって本当いいじゃん。あれどうだったっけなって言って、まあ、俺の動画を見るよりも早くここで裏見て、あそっかってなるからね、
おすすめですんで、もし見かけたら買ってみてほしいなと思います。まあ、さっき喋ったけども3キロの袋で700円しなかったら670円だったかな、税込みね。安いんでね、これを使って液肥を作るとかね、液肥を作るとか、通路に撒くとか元肥でもいいしのをやってみてほしいなと思います。追肥やっぱやった方がいい野菜を長く取ることができるんで、ぜひやってみてほしいなと思います。